はい、それでは今日はですね、はい、私の相方青山ほこにゃんと私真鍋明人で気に入りすぎだよ。青山ほこで遊ぶのが最高楽しみ。もしも徳川家康が総理大臣になったら、私原作でございますけど、はいはいはい、7月の26日に公開と。おめでとうございます。山田萬斎さん、赤楚衛二さん、それから浜辺美波さんというね、すごいメンツでやるわけです、うん。まあ、それを記念して今日はですね、家康話をしようということで、ちょっと別のチャンネルでね、去年はどうする家康だったわけですよ、はい、で今年はもしも徳川家康か、それだから同家からもし家と、はいはいはい、こういう風に流れていくので、そうですね、確かに。で、避けて通れないのが、まあ、どうする家康を一回総括しなきゃいけない。避けて通れないって言うなって。やっぱりね、避けては通れないわけですよ。どうする家康も途中まで私解説やってましたけど、うん、まあ、残念ながら途中で私心が折れました。ずっと連載やったんですよ、東洋経済さんで。52回は私、ね、頑張ってやりましたけども、うん、はい、頑張ってって言っちゃった。やったわけでございますけど、はい、どうですか、どうする家康はこうご覧になられていかがでしたか。私が見たのはですね、瀬名、うんうん、が教祖様になってから以降ああだいぶ初期だね。だ本当に撮影のお手伝いをさせていただいてたところからちょっと見てないんですけども、うちの親がたまにチャンネルつけて見てて、うん、あ、でもこれくらいまで進んだんだって思いながら見てて、うん、で通りすがりで、そうですそうです、うん、で、あ、でもそろそろまとめてみないとなって思った時に、うん、家臣団がうわークソなんでだみたいなシーンで、うん、何が起きてんだろうって思ったら、うん、数正が離反してたんですよ、ね、あ、はいはいはい、あったあったあった、えって思って、私松重豊さんがすごい好きなので、そう、松重が お前1話からすごい頑張ってたじゃないですか、ね、いたやんと思って、ドラマチックな回でしたよ。おそらくですよ、もちろんこう面白いっていう、うん、賛否の賛もめっちゃあったと思います、うんうん、で、まあ、もちろんこう我々のようなね、ロートルの、まあ、敗残兵、昔の大河が来たら、はいはい、まあ、要は我々は落ち武者なので、落ち武者はまあどうだろうっていう人もいました。全部ね、私総括して考えた。でもどうする家康はね、期待値がやっぱ高かったと思う。うんうんうん、これね、なんでかっていうと、やっぱどうする家康っていうタイトルがあまりに素晴らしい。ああ、確かにな、あまりにも素晴らしかった、うん、しかもそこで松本潤さん、はいはい、家康のな苦しむ姿どうするっていう話でいうと、これもねパシッとはまったわけ、うん、みんなの期待感がマキシマムになる、うんうんうん、マキシマムになっちゃった、ね、なっちゃったな、なっちゃった、これはね、でもやっぱりそのこうあまりにもタイトルいいから、うん、どうするに全部縛られるわけですよ。ずっとどうするってやらなきゃいけないなってなっちゃうわけ。うんうんうん、でもやっぱりこう史実を言うと、家康って最後の頃どうするな、どうする豊臣とかありましたよ、はいはいはい、追い詰められてる側みんなどうするだったけど、うんうん、どっちかというとどうするを迫る方だったわけですよ、家康、うんうんうん、でもそこもやっぱりこうどうするにしなきゃいけないから、あーはーはーはー、なんかちょっと苦しくなってくるわけ。で、うんうんうん、鎌倉殿の13人がすごい面白かった。これ実はね、三谷さんのものというよりは、実はこの草燃えるっていう作品がまさにそうだったんで、それをまあ踏襲してそこにアガサクリステを入れるというね、まあ、三谷さんの天才があるんだけど、はいはいはい、なんかそのすごいこう純粋だった北条義時がどんどん黒くなっていくっていう様が、こう見てる人にとってはドラマチックな、あんなに純粋だったのに、はい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 、どうする家康はそれができないわけですよ。どうするだから、ずっとどうするだからね、ずっとどうするをやろうとするんだけど、うん、歴史上のこととかは結構ちゃんと拾ってるし、うん、まあ新説を取り入れたりめちゃくちゃやってるんだけど、うん、まあ人間の心情はどうするでやっちゃってるから、だんだんなんかようわからなくなってくるんだよね、こんなはずないでしょうよっていう感じになってくる。で、すぐ泣くしね、あ、そうですね、いやいやもう泣かなくてよくねみたいになるわけですよ。鎌倉殿の時は、うん、すげえ泣いてた北条義時がもう最後の頃は涙一滴落とさず、もう冷酷に殺していくわけですよ、うん、カピカピなんだもう目が。そう、でそれが最後のシーンで、姉にね、北条政子に毒を盛られて死ぬっていう、うん、そのなんかこう人間の業みたいなのがものすごく描かれ、まあ、人間とか大人になって変わっていくじゃない、うん、で大河ドラマってやっぱりそういう人物評価なんですよ、うん、まあ、どうする家康、やっぱどうする家康というあまりにも完璧なタイトルが先に来てるんで、はい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 、これは結構大変だっただろうなと。松本潤さんも大変だった、まあ、やっぱりずっとそれを、うん、どっかでそれを忘れたと思うんだけど、だからあなたが見てた石川数正がねいなくなるあたりまではまあいけるんだけど、うんうん、まあその秀吉との関係とかでいけるんだけど、その後がやっぱりちょっと
もう混乱でしたね。どうするしていられないんだもう。どうするを強引にどうするしてるから最終的にはこっちがどうするっていう感じになっちゃってあすごいタイトルだ。そう、うん、タイトルって恐ろしいのよ。そうですね。鎌倉殿の13人は多分計算で草燃えるっていう作品があって、うん、で最後にいやこれやっぱり三谷幸喜怖いと思うのはアガサ・クリスティでミステリー入れてきよるんですよ。ほー、要は犯人は誰か、まあまあ、鎌倉殿の13人でこう最後に数えていくけども最後北条政子が知らなかった自分の息子も殺してたっていうのをポロって言っちゃうみたいな、うん、ここのだから最後にだけタイトルがあるので、はい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 、最後の勝負に出てるわけです、タイトル、うんうん、だから最後に回収すればいい。でもどうする家康は最初から最後まで回収しなきゃいけない。そうですね、確かにそれはなんかきつくなってくるかも。そうだからこれはやっぱりね、あのタイトルが強いがゆえの、まあ、苦しみ、うんうん、でちなみにもしも徳川家康が総理大臣になったらの場合は実はタイトルが一番最後なんです。はい、ほうほう、あのタイトルを決めたのはもう本を売り出す直前です。そんなギリギリに決めるもん。激揉め激揉めだよでしょうよ、はい、まあ、タイトルはねその編集をやってくれた淡路君っていう、うん、何かじゃあ考えてみてって言って最初のあったら賢者の意思かなんかそういうタイトル、ほうほうほう、まあ、賢い者の意思が、うんうん、賢者の意思っていう、まあ、あの有名な作品があるけどその意思をあのストーンじゃなくてあの自分のマインドの石にして引っ掛けてどうだってこういうんじゃないとかって言ったんだけどいい、まあ、ちょっと分かりにくいっすよねっていう話になって、うんうん、で、もしも徳川家康が総理大臣になったら、まあ、2回ぐらい言われたのかな。でも「もしドラ」ってあったじゃない、うんうんうん、あのもしも女子高校生忘れた書いててここです、でもしドラでしか俺覚えられないんだけど、うん、まあ、本も読んだんだけどね、みたいだなと。二番煎じなんじゃんうんうんうん、なんかダセーよなって言ってすげえ嫌がったんそうだったんだ。もうちょっと、まあ、もっと他のいいのないのって言ったんだけど、まあ、その編集部も営業もマーケティング部もいやその方がいいって言って、うんうん、で最終的にお前責任取れよお前の責任取れよって言ってやったら大当たりあすごいですね、よかったですね。だからもしも徳川家康が総理大臣になったらはタイトル縛りがゼロなわけです。でしかもまあ別に回収してるわけでもないので、うんうん、まあ、作品を読んで後でつける、これ良かったんだ、はいはいはい、ちょっと作者話で言うと、うん、まあ、あのもしも徳川家康が総理大臣になったらに出てくる家康とか信長とか秀吉とかっていうのはもうめちゃめちゃもうあの 要はステレオタイプの分かりやすい家康、うん、分かりやすい信長、分かりやすい秀吉で作ってる、はいはい、でなぜかというと、まあ、これねあの新しさがないとかってディスられることもあるんだけど、うん、なぜかというとそういう人たちが未来の話を解決するわけですよ。転生ものってあるじゃん、うんうん、転生ものって現代の人がね、あの歴史を知った状態で行ってそれをそうです、ね、戦うみたいなやつ、うん、っていうのはいっぱいあるんだけど逆の発想ってあんまりないわけよ、うんうん、昔の人が現代に来てそれを解決するみたいな、うんうんうん、でないから、うん、そこが一番面白さの妙なんでその時にあなんか知ってる信長と違うとか知ってる秀吉と違うとかって言ったら、まあ、雑音になって本筋がちょっと入らないんで、はいはいはい、まあ、そこは固定しよう、うん、であくまでもそのステレオタイプなみんなが教科書でやったりいろんなドラマで見たりしてイメージしやすいものが現代でどう戦うかっていうことにフォーカスしようって思ったんです。だからこれはまあ割とね、まあ、ぶっちゃけ楽だった。その楽だった、まあ、楽だったら書き方としては難しいけど、うん、まあでも縛られないし今回どうする家康なんて家康なんて大河ドラマ死ぬほどいるわけですよあ いろんな家康がねいるっていう話をね前してましたもんね。そうだから主人公じゃなくて もういろんな大河ドラマ出てるわけだから、うんうん、もう家康を作る段階で新しい家康を見せなきゃいけない。はいはいはい、しかも歴史だからもうストーリー以外は決まってるじゃん、それは惹かれちゃってるわけですよ、うんうん、そうね。そうすると今までと違う解釈とか、うん、今までと違う家康を作らなきゃいけないっていう、うん、もう超絶プレッシャーになるわけよ、はい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 、だからタイトルから考えてどうだから新しい家康にする場合にどうする家康で、そのタイトル100点だった、うんうんうん、でも歴史は惹かれてるんで、うん、まあプロトライアンも惹かれてる中でそのどうする家康のコンセプトに基づいてやらなきゃいけないからやっぱちょいちょい無理が出てくる。でもしも徳川家康が総理大臣になったらもちろんそのなんか現代とそんなうまくいくのかとか都合がいいとかって、まあ、もちろんそういう逆の大変さはあるんだけれど、うんうん、まあ、そこがね
あのどっちがしんどいかって作家で言われたら、過去のものを作るの方、過去のものを違うキャラで切り口でやる方が、うん、もう俺は難しいなと思う、うんうん、だから今回どうする家康はその全体評価でめっちゃチャレンジャーですよね、うん、きっとね。だから松本潤さんもすごい大変だったと思う、うんうんうん、プレッシャーもあるし、その中でずっとね、別に本人が泣きたいわけじゃないけど、まあ、それはみんなそうだ、まあ、台本に泣くって書いてや泣かなきゃいけないわけですよ、まあ、そうですね、別にディスってないですよこれは、うんうん、まあ、だからそういうふうにやっぱやらなきゃいけないのが、だから今回は野村萬斎さんが家康なんだけど、うん、素晴らしいですね、まあ、あの撮影現場行ってきましたよ。おかっこいい、いやでしょうな、かっこいい家康らしい、何考えてるか全然わかんねえわかんねえわかんねえ、うん、だからそういうなんかこうプロもうなんていうかな、分かりやすい、もういや俳優さんの方で家康を作ってくださいという形だから、うんうん、まあ、台本で多分そんなし、まあ、台本も全然ね私全部チェックしたんで、うんうん、台本はもう本当にこうあのシンプルな台本で、うん、もう演者でこう変えてっていう、はいはいはい、監督さんも高橋さんそういう演出されてたんで、うんうん、ここもめちゃめちゃ期待だな、いやですね、楽しみだすな、うん、これは。ちなみにもしも徳川家康は総理大臣だったら、最初の企画の時はね別にこんな話じゃなかったの。もともと最初に出した企画はいろんな合戦あんじゃん、はいはい、関ヶ原の戦いとか、うん、静岡の戦いとか、それをビジネスに置き換えて解説するみたいな、いわゆるビジネス書だったの本当の、はあ、全然違いますね、全然違う、うん、それを、まあ、その編集の今も大ヒット編集者になったけど淡路君、うんうん、で編集者に、まあ、これで行こうっつって、まあ、通りましたって言ってたんだけど、彼が、真鍋さんと、真鍋さんやっぱりあの小説にしてほしいとで彼はまあずっと、ね、実は魔界をずっと見に来てくる、うん、なんなら魔界出てるからね、彼は。そうなんですか、観客役で。あ、そうなんだ、観客で引きずり出されるやるね。あ、でもあったな昔リング、魔界ファンでもあるんで、はい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 、小説で書いてくださいって言って、うん、あ、小説かって。で最初に書いたのは実は、うん、百貨店が舞台 で、うん、で家康のお年子、まあまあ、家康のなんか お年種が、まあ、ずっと子孫になって、うん、その子がたまたまあの百貨店の担当者一人のうち社員で、はいはい、うんうん、でいろいろこう不遇なことが重なるんだけど、そこに家康が現れるという例で、うん、幽霊で現れて、まあ、いろいろこうサジェスチョンしながら彼がそのなんていうかな、あの百貨店を立て直していくっていう、はいはいはい、まあ、ちょっとあの夢を叶えるぞみたいな、うんうんうん、そんな感じだったわけですよ。で、まあ、一生懸命書いて、うん、まあまあ書いて2、3万字くらい書いたかなすげえ書いてる、まあ、書いたら淡路君が楽しくないですねって言って殺してやろうかな面白くないですねって身も蓋もねえじゃねえそうですね、そうですね、途方に暮れちゃって俺、うん、どうすんだよみたいななった時にコロナが来て、コロナが来て、で彼が、まあ、子供ができたところかな、うんうん、で、まあ、ちょっとね最初政府もさバタバタしてたじゃん、うんうん、で僕は真鍋さん不安なんですと、こんな国でいいんだろうかっていうすごい言うから、うんうん、ちょっとまあそうだねって言いながら、あ、だったらさこういうのあるぜと、あのもう過去の人たちが集まってこれの偉人が集まって解決するってのはどうだろうと、めっちゃ面白いです、そこから、そうそう、でも俺は言ったよその時、これは禁じ手なんで二度は使えな い, は い, はい、はい、劇薬ですと俺はほぼデビュー作で劇薬を使わなきゃいけなかったわけですようん、で書いたのがもしもとくわりやすっていう作品。でも良かったですね、これはあんまり面白くないっすねって言ってもらえて、まあ、だから彼には感謝だよ、ねえ、まあ、その時は殺してやろうかと、ね、結果的に貴様です、昨日は巣が入ってきちゃった、貴様ですよ、あ、もう小さなあと大きなあがある、ね、これも編集ピッタリくれると、そうですね、貴様って感じだったけど、まあ、やっぱりその編集者っていうのはすごい大事、うんうんうん、だからそこからまあスタートして、だからまあ最初あのなんていうかな、物語コンセプトからスタートしてるから、うんうん、で最初全部書き終わって、じゃあタイトルどうする、なのでまあしんどさないよね、はいはいはい、まあ、確かにそうですね、縛られるものがなく結局書いてってっていうわけですもんね、そうそうそう、でやっぱり読んでる人も最初もしも徳川家康がそれそのままだから、うんうん、あの違和感ないでしょ、そうですね、どうする家康はやっぱ視聴者がどうする家康を見なきゃと思ってるから、はいはい、どうする要素をね、ちょっとこうね、やっぱだからそれしんどかったなって思います、うん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 、
ということで、まず第1回目は特に家康の話もせず、あの、まあ、でちょっと本の裏話、はい、まあ、こういう話することねあんまりないから、はい、あのぜひ皆さんね見ていただこうということで、まあ、しばらくちょっとあの今から映画もね、ま、毎月何らかの、うん、あの新しい登場人物が発表されていく。ああ、いいですね、楽しみ。だからそのに合わせてちょっとね、はい、我々も話していこうと思います、はい、ということで、第1回目もしも徳川家康が総理大臣になったら特集でございました。それでは皆さん次回また。ああ。